サンビセンテミサキは、ポルトガル南部のアルガルベ地方サグレス村にあるミサキ。サグレスミサキと並んでおり、コスタ・ビセンティナとも呼ばれる。サグレスミサキから望むサンビセンテミサキと、東大東大から見たサンビセンテミサキの北岸山。ビセンテミサキは、ヨーロッパの南西端の地点であり、エストニアのナルバイオエスから5000キロメートルに及ぶ、ヨーロッパ沿海歩道の南西の終端をなす。ミサキは、 サグレスの村からおよそ6キロメートルのところにあり、地中海への王冠の航海における陸氷となっている。崖の高さは75メートルで、大西洋からほぼ垂直に立ち上がっている。三尾先手岬では豊富な海の生き物を見ることができ、またその崖は、珍しいボネリの和紙、ハヤブサ、トビ、岩つぐみ、河コウノトリやアオサギなどが高い密度でそう営んでいる。 サンビセンテミサキはいくつものメンヒルが示すように、新石器時代から神聖な土地だった。古代ギリシア人はここをオピウサと呼んでおり、オエストリミニスに住み、ヘラクレスに聖堂を捧げていた。また、ローマ人はプロモントリウムサクルムと呼んだ。彼らは日没が他のどこよりも大きく見える不思議な場所と考えた。彼らはここでは太陽が海に音を立てて沈むと考え、 世界の果てと位置づけた。伝説によると、この岬の名前は4世紀の殉教者であるスペインの僧侶整備先手の遺体をこの岬まで運んだことに由来するという。彼の墓の上には霊廟が建てられ、アラブの地理学者イドリースイーによれば、それは常に大ガラスの群れによって守られていた。ポルトガル王アフォンソ一世は、 聖者の遺体を1173年に掘り起こし、船でリスボンに運んだ。そしてその時も大ガラスの群れがついていった。岬の周辺地域は、フランスやオランダからの海賊によって何度も略奪され、1587年には、イングランドの海賊フランシス・ドレークにも奪われた。1755年のリスボン地震では、エンリケ公海王子の ビラド・インファンテを含むすべての建物が崩れ落ち、瓦礫と化してしまった。また、ポルトガルのすべての修道院が解散させられた1834年まで、フランシスコ会の修道士がこの地に泊まっていた。この岬の近くでは、過去に何度か改戦が行われた。現在の灯台は、1846年に十6世紀のフランシスコ会修道院の残骸の上に建設されたものである。 セイオビセンテとセイフランシスコザビエルの像はサグレス岬にある最寄りのノスサセニオーラダグラサ教会に移された。この灯台は世界で最も忙しい太陽航路の一つを守るヨーロッパで2番目に強力なものである。その2つの1000ワットの明かりは60キロメートル離れたところでも見ることができる。2007年2月12日にはマグニチュード5.8の地震が 三崎のおよそ160キロメートルの東で発生したアルガルベ海岸沖地震。ありがとうございます。